形県坂田市のバイク屋鈴木モータースです。今日はですね、非常に天気が良くて、今日もこのハヤブサがですね、手前にあるこちらのハヤブサが秋田県のお客様にご納車ということでですね、天気もバッチリで今日も一日頑張っていきたいなというふうに思っております。最近はですね、お盆休みも重なってから8月がですね、もうほぼ毎日いろんなですね、車種のレンタルバイクをご予約入っておりまして、昨日もですね、今日も引き受けがあるということで非常にですね、嬉しく思っております。やっぱりここ最近大人気は V ストローム250ですね。で、山形県酒田市だとですね、結構皆さんが関東の方にですね、仕事で行ったりしてて、で帰省のタイミングでこっちに帰ってきたら、こっちですね、レンタルバイクを借りてツーリングをするということですね。非常に多く最近はご依頼を多くいただいております。本当にありがとうございます。はい、で今日はですね、なんとあの富士山のあるですね、静岡県から買取で入荷いたしました。こちらの車両をご紹介したいなというふうに思っております。どういう出会いだったか、お客様と出会いだったかと言いますと、トータルですね、 T シャツとかキーホルダーをご注文いただいたお客さんで、ちなみにその僕の所有している刀をですね、買取という人をいかがになりますかということで、いろいろやり取りをさせていただいて、今回ですね、いよいよ入荷の方いたしました。はい、スズキの GSX250S カタナでございます。まあ通称カタナ250って言いますかね。このカタナ250がですね、非常に大人気で、うちも今シーズンに入ってから、このバイク3台目ですね、試合に入荷したのが、もう2件、ご契約いただいて、でこれが3台目なので、結構ですね、未だにもう91年で約30年前のバイクなんですけども、やっぱり人気ですね、この刀っていうのが。で刀はですね、250、400、700とか1100とかいろいろあるんですけども、基本的にはですね、このデザインが刀なので、非常にですね、昔から根強い人気というふうになっております。まあ今ではもう旧車ってなんか言われたりしますけども、やっぱりこう維持していくためには、大体30になると電装系だとか、いろんなところですね、こうリフレッシュさせてあげながら維持していく必要があるというふうに思っております。でこれもですね、もう最近までお客さんがずっと手をかけて大事にされて乗られてたバイクなので、非常にですね、エンジン調子もよくてすぐに乗り出せるような、状態のいい車両でございます。はい、刀250と400って同じ中型免許に乗れるんですけども、パッと見分かんないじゃないですか、250、400って。7半1100になってくると、もうエンジンが大きいので分かるんですけども、250、400の簡単な見え方って言いますと、ブレーキディスクなんですよね。フロントのブレーキディスクが、片側1枚なのが250で、両側にあるのが400と。これで一瞬で見分けがつくというふうになっております。で、じゃあこの車両のですね、いろんな状態を見ていきたいなというふうに思ってるんですけども、まず値段の方から、じゃじゃんですね、こっちで。税込みで2キュッパです。29万、危ない、今2980円です安い29万8000円、税込みでございます。で年式が1991年式、27年前の年式でございます。で走行距離が実メーターで10,700キロ、はい、で当店の中古車保証3ヶ月内車3,000キロ、どちらが早い方がついておりまして、車検は250円なしで、参考の出し価格、登録、納車整備、自賠責、ナンバーベルトとか含めまして355,900円というふうになっております。プライスカードの下の方を読んでいくと、程度極上の GSX250S カタナ入荷、フロントフェンダー、バーエンド、グリップ、レバー、スクリーン、ミラー、リアウィンカー、エンジンガード、フェンダーレス、マフラー交換済み、綺麗ですということですね。一個一個見ていきたいなというふうに思います。まず外観からなんですけども、カタナ250でこんなにまだ綺麗な車両があるのかというくらいですね、綺麗でございます。ただやっぱりですね、使用に伴う傷とか、いろんな細かい傷はたくさんありますので、それをですね、ちょっとずつ見ていきたいなと思います。まずアッパーカウルね、この辺に少し傷あるもの、パッと見はすごい綺麗なんですけど、こういう細かい線傷がですね、あると。であとここがですね、サイドカバーのところがこう傷があって、でタンクはですね、中は非常に錆がなくて綺麗でパッと見も綺麗なんですけども、こういうところにですね、やっぱりその少しずつ傷がパッと見は目立たないですね。であとここシートは硬くなってたりほつれてたり破れたり、そういうのはないです。綺麗な状態、まだ柔らかいですね。でエンジンの外観もこんな感じでございます。もっと腐食しててもおかしくないはずなんですけども、結構割と綺麗な状態に残ってますね。でこれエンジンガードですね。
見てください、液パイダイシンのフルエキゾーストマフラーがついてるんですけど、非常に綺麗ですね。こういう感じで、でマフラーのサイレンサーはこれですね、ダイシンレーシングです。でカヤバのサスがついてて、リアサスのオイル漏れとか抜けとかはないですね。フロントフォークも非常に綺麗な状態です。でホイールとタイヤがこんな感じですね。タイヤは前後ですね、ほぼ新品でございます。じっくりですね、じっくり見ていきたいのと、まあ、肩に置かれたらチョークがここにあると、ここにチョークがあると、でこっち側はすごい綺麗ですね、ほとんど傷もなくて。でただこの股があるところ、おそらくベルトのバックルとかジャケットのファスナーと思うんですけど、ここは線傷がいっぱいついてますね。で、こっちのアッパーカール左側、股があって左側とサイドカバーとエンジンがこんな感じですね。うんうん、このインナーチューブ超綺麗なんですよね、両方点サビもなく非常に綺麗な状態で、すいません点サビもないですよ。でフロントフェンダーがカーボンの車外製のやつがついております。でフロントタイヤもほぼ新品と、全然溝がありますね、ヒゲも生えてます、うん、はい。でメーターもですね、見てください、こんな感じで実メーター1万と、あ、ごめんなさい、距離が違うので1万875キロですね、1万と870、175キロちょっと走行したのかな。そうか、買い取りのお話いただいた時に1万700キロだったんですね、そこからちょっとお乗りになったという、1万と875キロ、ごめんなさい、プライスカードは訂正しておきます、1万と875キロ。で、刀ってですね、250、400、700、1100、このメーターの針がポキッと折れるんですよ、ものすごく多いですね、この症状が。で、うちで販売ことさせていただいた車両もポキッと折れるというふうになったので、あの対応をさせていただいたということで、これはまだですね、生きてますね、針が。まあこれがメーター前トップビーチからも非常にこれが綺麗ですね、すごい綺麗な状態でございます。はい、そんな感じでございます。なのでフロントフェンダー、バーエンド、グリップ、レバー、スクリーン、スクリーンもすごい綺麗ですね、あの飛び石とか傷もなく非常に綺麗な状態のスクリーンで残ってます。あとはナポレオンのミラーがついてますね。あとはリアフロントウィンカーは純正なんですけども、リアウィンカーが少し小さいのがついていると、スモール化してますね。であとはフェンダーレスもなっているということで、カスタムの方されていると。じゃああとエンジン聞きたいですね、このダイシンのフルエキゾーストマフラーなので。することもなく、非常にこのマフラーいい音しますね。はい、そんな感じで鈴木の GSX250S カタナが入会いたしましたので、こちらの車両はですね、ウェビックバイク選びとヤフオク、そして、鈴木バイクショップ中古車ネットワークの方にアップもしてますので、そちらがですね、詳細の画像を見ていただいてお問い合わせの方をお待ちしております。年数も経ってですね、少しやっぱりそういう傷とかもあるんですけども、全体的にはカタナ250の中ですごい綺麗な方だと思います、状態いいと思います。はい、そんな感じでお問い合わせの方をお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いします。